では運転席のドアトリムから見ていきます。赤のレザータイプの内装ですね。この辺は全然気になるような感じはないですね。シートも赤革のシートで、まあ、この辺のシワもかなり最小限かなといった感じですね。助手席比較的綺麗な方じゃないでしょうか。でステアリングは OMP のですね、このバックスキンタイプに、変わっていますね。よいしょ、バックスベルの脱着式のやつがついてます。で、ダッシュボードちょっと乗り跡がこの辺はありますが、まあまあ綺麗じゃないかな、気になるようなところないですね。で純正ナビに、よいしょよいしょ、ギャザーズの MD のデッキですね。あと ETC がここについてます。でまあシフト周りはこんな感じになってますね。で、リアロールバーが入っております。でこっちはですね、デフィの水温イオン油圧がついてます。こんな感じですね。まあ特に視界の邪魔になるようなところはないですね。まあ、エンジンの始動性、吹き上がりともに問題ない感じです。エアコンもですね、暖かいのから冷たいの出てくるので、まあ、エアコンの効きとかも問題ないですね。はい、内装以上になります。